李神流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司と、ついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。佐本、中岡、じゃあ竹地は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え？長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは京にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだがな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ。とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔を出さずにおとなしくしてろ。わかった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。
はじめさん。入るえ。ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。旦那はん、よう飲まれますな。
せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したら、お酒が泣きますえ。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんですか。うち、お店知ってますけど、蔵町にある松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。ようこそ、お越しやす。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。やってますね。お前は桂小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして、生松と申します。今後ともご贔屓に。一応ね、俺なりにあん時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。
決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか。長州、竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか。地層になったな、龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん、捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん、志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ運がなかったのお前ら。はっ、生きがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからって、まさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。あ、わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件
けりつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃお言葉に甘えて。斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なや、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけど、あんたに指図される言われはないで。あいにく、俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら、殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、隙を取るわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズー、いっちょ暴れたら。困った人たちだな。今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい。喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。
行くで。諦めてますけど、この酔っ払いに振り回されっぱなしや。それにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね。たまたま風呂屋だよ。この店で飲むぞ。ここか。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。斉藤さん、それ本気で言ってるのか。ふん、いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうで。しょうがないな、付き合いますよ。あかん、もう無理。こいつどんだけザルやねん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ閉めましょうかね。すみません、お勘定。おごってもらってすまないな。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしく帰ったるけど、次会った時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことで。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。はあ、何やて。もう一軒行くぞ、ついてこい。
行くで。まだ飲み足らんのか。どれだけ飲まされるんだろう。かえもってそのいいじゃん。薩摩つもり。しかし、こいつは何もない。前よりもさらに強いな。本当、俺これでも新道無念流の免許改伝なんだけど、すべとはいえ。行くで。おっと、もうちょ待て。おっと、お前らこの店で飲むぞ。もうどこでもええわ。早よこの男酔いつぶさして終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからな。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんだね。ごちゃごちゃうるせえぞ。入るぞ。おい酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ふん、ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。細かいことか。それを言うならあんたらって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん、あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。でも俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいこと忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺が何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。
坂本龍馬、こいつが？この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ？ねえ、あんた人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句、勝手にねえよった。坂本龍馬か。本当勝手な人だね。ここは捕虜。やっと起きた。いつの間に寝て、いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育って、バカやって、半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思ってもみなかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。悪い、少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。はじめさん、お酒くさいよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、ん、俺はどうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてね。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、カツラと西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん。細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。
じめさん。お涼なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろう。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、いってらっしゃい。